はい、こんにちは、小平でございます。ということでですね、今回なんですけれども、いやー、楽しいライブはですね、もうすぐでございますよ、皆さんね。久しぶりのアクアの、9人のアクアとしての、ライブが、もうすぐ始まります。アクアエクストララブライブ、It's a 無限大ワールドバレンタインデーコンサート、こちらがですね武蔵野の森総合スポーツプラザにて今週末2月のですね今週末に開催されます。はい、まあ、しかもね今回はただの、ね久しぶりのライブということだけでなく、アクアとしても、4年目になりますか、3年目4年目にして久しぶりの声出し解禁ということでですね、アクアフィフスライブ以来でございますよ、単独ライブとしては。いやもう非常にねここら辺も含めて楽しみなので、今回はですね、まあ、さらに言えばね、初めてライブにね、アクアのライブに参加するという方が多いと思います。まあ、そんなですねアクアのライブに参加するためにですね、戸惑わないよう今回もですねライブに持っていくべき荷物、必需品、これをですねマニュアル化した動画をですね、お届けしたいなと思います。まあ、しかも今回はね声出しバージョンということでね、もう本来のライブバージョンね、何持っていくべきか詳しくね、9つの荷物に分けて、ねご紹介したいと思いますので、ぜひぜひ最後までご視聴いただけますと、嬉しいです。はい、でですねまず、大事なものから順にですね必需品紹介していきましょう。まず一つ目はですね、はい、もう言うまでもございません、じゃじゃん、携帯ね、スマホでございます。はい、スマホを持っていきなさいということだけでなく、要は電子チケットね持ってきなさいという意味になります。端末を持ってきなさいですね。はい、アクアのライブ、まあ今回のですねアクアのライブに限らずですけども、このですねアクアのライブは電子チケットでございます。はい、仮にですね当日券販売、があったとしても、確かある予定らしいですけども、にしても、スマチケという電子チケット制度、どっちみちもう紙チケットはございません。チケットレスというか、紙チケットレスになってますので、端末はですね皆様お忘れのなきように、持って行ってください。はい、でですね出先で、充電が切れてしまっては大変です。ライブ時入場が、まあ、できないことはないけど、かなり面倒です。はい、なのでこうしたですねモバイルバッテリーもですね合わせて、セットでですね、持って行ってください。はい、携帯電話とモバイルバッテリー、これはもう言うまでもございません。はい、持って行きましょう。そしてですね、もう一つ、ね三つ目でございますけども、これもまあ大事ですね。はい、ということで、こちらお財布でございます。はい、まあお財布というかね、身分証だったり IC カード、交通系 IC カードといったまあ意味合いにもなりますね。はい、ライブ時会場をですね、まあとても混雑します。はい、まあ死ぬほど混雑するってわけじゃないと思いますけど、まあ混みます。はい、で、余談なんですけども、武蔵野の森で先日ねリエラの東京公演がありました。はい、その時ねまあ電車が運転見合わせになってね、飛田給駅なんですけども、ちょっとね大変なことになりましたので、本当にね IC カードとかはねマジで持ってった方がいいと思います。はい、かなり、大事になってきますのでね。でさらにライブ時本人確認がある場合もございますのでね、身分証明書も、お忘れなきようにしましょう。でですね、ここからねどんどん重要な荷物、ご紹介していきます。はい、お次はですねこちらですね。はい、ライブの時の応援といったらもう欠かせないペンライトでございます。これですねストラップ付きのものね持っていきましょう、危ないのでね。はい、まあ、これもね個人的な話ですけどね、これは4年前ですかね、アクアのですねロサンゼルスのライブに行った時に、ロサンゼルス限定のブレードっていうのがあるんですけども、これをですね気に入っていて今でも使ってます。はい、操作性がね非常に快適です。はい、なので、まあ、僕はこれを、持ってきますが、アクアのね、ペンライト。まあ、アクアじゃなくてもいいです。キンブレのペンライトなりね、市販のペンライト、公式ペンライト、いろいろありますが、ね、応援には欠かせないペンライトね、忘れないようにしましょう。はい。そしてですね、5つ目でございますが、5つ目はですね、はい。こうした、タオルですね。マフラータオルを皆様忘れなく、持っていきましょう。はい。ライブ時、非常に暑くてですね、汗をかきます。
こうしたですね、マフラータオルを持っていくことで、ね、汗拭いたり、まあ、健康維持にね、健康維持というかね、体調管理につながりますので、ぜひね、皆さんお忘れのなきように、持っていきましょう。ね。お次はですね、これも非常に大事ですね。はい。お水でございます。はい。まあ、お水というか、水分補給できる飲み物ですね。はい。お水に限らずともいいです。例えば、そうですね。まあ、スポーツドリンクとか、スポドリ、アクエリア、スポタ、ポカリなどいろいろありますが、まあ、そういったものでもいいです。まあ、とにかくですね、水分補給は会場の中でね、絶対にするようにしましょう。はい。あの、ライブ中ね、脱水症状になっちゃいけませんので、はい。それもね、体調管理のために忘れずにしましょう。そしてですね、もう一つ、これもですね、地味にいいかなというふうに感じたものなんですけども、まあ、これね、個人的にね、先日ね、ディズニーシー行ってきましてね、まあ、そこで買ってきたものなんですけども、まあ、これは蜂蜜味の飴でございますね。はい。まあ、要は、喉飴でございます。はい。蜂蜜味じゃなくてもいいですけど、飴。ね。ライブ中にね、舐めるといいです。うん。とにかくね、今回のライブ、声出しライブでございます。というかもう今回から先ずっと声出しです。声出し復活でございます。もうみんなが待ちの望んでたね。あのね、声出しね、マジでね、喉に来ます。はい。本当にでかい声量で叫ぶので、絶対にね、喉飴はね、あった方がいいんじゃないかってぐらいね、もう大事なアイテムになってきますのでね、ぜひね、皆さんね、喉飴は、忘れないように、まあ、というかね、買っといた方がいいです。はい、ではですね、お次の荷物なんですけども、お次はですね、もう簡単ですね。はい。まあ、皆さん持ってるかな？持ってる人もいると思いますが、まあ、こういったですね、板バッグなどの、オタクグッズ、板バッグ、寝そべりなどですね、いろいろございますが、こういったですね、オタクグッズですね、これをですね、持って行ってくださいね、皆さんね。はい。まあ、お持ちの方、最近はね、本当に多いですのでね。ぜひぜひ。まあ、僕の場合ね、このリコちゃんの板バッグありますので、これね、持っていきたいと思ってますが、こんな感じでございます。はい。そしてですね、最後、9つ目なんですけども、もうこれはですね、言うまでもなく、アクアのライブを楽しむ気持ち、ね。これをですね、忘れずに持っていってください。持ってきてください。今回ですね、本当に何回も言いますが、4年ぶりですか。はい。2019年のアクアフィフスライブ以来のですね、久々となる声出しライブ。もう楽しくないわけないんですよ。はい。もうついに帰ってきたね、本格的な声出しライブ。ぜひね、一緒に楽しもうという気持ちを、会場に持ってきてね、当日全力でね、2日間、楽しんでいただければな、というふうに思います。ということでですね、今回はね、アクアエクストラライブに持っていくべきライブの必需品、9つご紹介させていただきました。ぜひね、参考にしていただければと思います。もしですね、この動画がいいな、楽しいグッドボタン、高評価、ウェブチャンネル登録などお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。